クラウディア・ニスタットは、ドイツ、ザクセン州、ツポー出身のクロスカントリースキー選手。結婚前は、クラウディア・キュンツェルとして活動。1998年の、ノルディックスキージュニア世界選手権 5km で、銀メダルを獲得。同年3月7日に、ラハティで行われた 15km のレースで、クロスカントリースキーワールドカップにデビューし、58位となった。 2001年ノルディックスキー世界選手権では、個人スプリント14位、15km17 位、5km プラス 5km パシュート27位。2002年ソルトレイクシティオリンピック15、平方キロメートル6位、個人スプリント4位、リレーでは、金メダル獲得に貢献した。2003年ノルディックスキー世界選手権ではリレーで、金メダル。 個人スプリントで銀メダルを獲得 5km プラス 5km パシュート11位 30km19 位となった。自国開催の2005年ノルディックスキー世界選手権では個人スプリント14位 7.5km プラス 7.5km パシュート10位 30km6 位リレートチームスプリントで4位とメダルには届かなかった。このシーズン ワールドカップ総合では自己最高位となる5位になった。2005年6月27日、友人で USA クロスカントリースキーチームコーチを務めていたノルウェー人のトロントにスタッドと結婚した。2006年トリノオリンピックではリレーと個人スプリントでいずれも銀メダルを獲得3 0トル6位入賞1 0トルは17位。 7.5km プラス 7.5km パシュート18位の成績を残した。2007年のオルディックスキー世界選手権、札幌大会ではリレートチームスプリントで2個の銀メダルを獲得、10km は15位、7.5km プラス 7.5km パシュート17位、30km は26位だった。2007年夏、 ニスタットは2002年のオリンピックで獲得した金メダルを売却し、非虐待児童を救済支援するヘンゼルとグレーテル財団へ寄付した。2009年ノルディックスキー世界選手権ではリレーで、またしても銀メダル、個人スプリント18位、30km は22位に終わった。2010年バンクーバーオリンピックではチームスプリントで金メダル、リレーでは 銀メダルを獲得 10km では16位となった。ありがとうございます。